こんにちは、ブルーフォースです。本日もね、やっていきましょう。バイオハザード、バレてる、いる、めっちゃ見られてるけどセーフティー塀には入ってこない。こいつにバレるかバレないかでね、ほんとね。さあ大丈夫かね、どっか行って、どっか行って、バレないよね、バレてないよ、めっちゃ見られてる。ちょっと待って、無理だね、これ移動できないね、どうしようかね。ぶっちゃけね、このバイオ RE2 がね、スムーズに行くか行かないかっていうのは、このタイラントにどれだけ見つからないでね、ステージをクリアする。バレてる、めっちゃ見られてる、どっか行った、あっち行け、シッシシッシ、オッケー、よし、どっか行ったね、オッケーオッケーオッケー、よし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 。ちょっと急遽ね、やらなきゃいけないことが変わったという事情もあったんで、何するんだったっけ、あ、そっか、図書室行かなきゃいけないね。ジャッキーをバーンってやって、で、警察署から、あれちょっと待って、どこ、あ、ちょっと待って、わー、バレてらー、ちょっと待って、これ本当に動けないぞ、本当に動けない、やばいぞ、このままでいいのか、なんか良くないよね。タイランドも自暴自棄になってきてんじゃん。もういいっつって。もういい、相手してくれないだ、もういいよっつって。いや、めっちゃ相手してんだ。あなた勝手にね。よし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 。で、こっから慎重に、ここで走ってしまうと、走ってる音でバレて、ね、ついてきちゃうから、ちょっと慎重に、ちょっと慎重に、戻ってくるなよ、戻ってくるね。急なターンをしてくる可能性があるからな。で、あそこの理念室は開けてないから、うん、振り返って戻ってくるっていうことはまずありえない。で、起きるよね、そうなんだよね、これジャッキ取ると寝てても関係なく起きちゃうんだよね。こいつはずっと食ってるけど、よし、急げ急げ急げ、ああ、もうそっとやってくださいよ、音がでっかいよ。はい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 、急げ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 。ゾンちゃん、ゾンちゃん来てる、ゾンちゃん来てる、ゾンちゃん来てない、もう一個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 、ゾンちゃん来てないよね、来てないよね、どこにもいないよね。オッケー、急げ登れ、走れ、駆け抜けろ、なぜ降りる、そう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 、よし、オッケー。で、駆けていって、で、ここに行くと、確か、あ、いて、え、どっから割れたの、あいつ、うわ、ド変タイラントが、ド変タイラント来てる、やばいやばいやばい、急げ急げ。で、わーって。で、ここカチャンってやって。くる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 。順調の一瞬でした。なんとかセーフ。あ、ちょ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 。これ取らない限り次進むことはできない。同じ部品を使ってるってどうなんだろうな。それはそれで大丈夫、セーフなのか。よくわかんないけどね。よし、じゃあ上登っていって、あ、そっか、下で後でアイテムを軽く回収しとかなきゃいけない、ね、これ取って、で、こっちをハメハメして、カチャコン、あ、くる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 、あれだもんね、だってここにさ、タイラントなんか入ってこられた俺にはもう無理だもんね。そういや、バイオ2なんかであったさ、なんか壁をバーンってぶち破って入ってくるタイラントとかあってね、バイオ7のさ、ジャックとかも同じようなことしたりとかしてたけど、このバイオ RE2 とかあるのかな、そんな演出見たことないけど、夜中の3時でございます、おやつの時間や、何食べようかな。最近は和菓子を食べることをちょっと意識してますね、甘いものがどうしても食べたい。だから洋菓子ってね、バター使ってるからカロリー高いんよね。うん、嫁さんもそのね、先月くらいからダイエットしてますせみたいな話をね、まあ、ダイエットっていうか、まあ、ダイエットはダイエットか、食事を気にし始めたりとかね、スクワット一緒にやったりとかしてるから、ね、嫁さんも僕の影響を受けて和菓子をね食べてね、もなかをね食べて、時々もわらび餅を食べるようにしたりとかしてるんだけど、カロリーだけでいくとその和菓子の方が圧倒的に、まあ、いらない、違う、低いから、まあ、甘いものどうしても食べたいっていう場合はそっちを食べることを優先というか、まあ意識してもらうのがいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、あ、めっちゃ向かってきてるわ、こっち、
バレてる、これバレてるね。入ってこれないよね。もう諦めたらガチャ。あれ違うな、どこ行った。あ、そっちに行ってんのか。そっちに行かれると困るんだよな。俺そっちに来てんだよな。ちょっと間は置いて、俺ね、ドアが閉めてると、足音だとね、どっちに行ったかまでさすがに把握しきれないざますんだよね。向こう行ってるね、向こう行ってるね。よし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 、戻って戻って。で、おうクレアが、クレアを見つけられない怒りから、巻き込んで殴られたゾンちゃんがいた。ほんと、かわいそう。で、よし、じゃあこれで戻って、ん？待って、なんで、ちょっと待って、お前、図書室戻ってってたじゃん。なんでそこバレてんの？帰ってきて、やべえ、やべえ、やべえ。急げ、急げ、急げ、急げ。柔軟性抜群のゾンちゃん。降りる、降りる、降りる、降りる。降りる、降りる、降りる、降りる。よし、もうここまで来たらもうね、あともうタイラントと出会う。あ、じゃあタイラント出会うわ。もろもろ出会うわ。あれ違う、まだタイラント出会わないか。そら、一旦このパートでタイラント出会わないな、多分な。うん。まあ、サクッと進めばわかんないけど。さあ、苦手な、あれだね。あ、そっか。しまったな。ごめんなさい。普通に下打ちしちゃって、今。普通に下打ちしてもうたかな。あの、リネースで、ダイヤの鍵を使わなきゃいけなかったので、ダイヤの鍵をね、あの使わうことなく、もう今終わる感じだったんで、まあ、いっか、もう。ポータブルでしょ？あー、そっか。あれが1個必要なのか。どうしようかな。いいか、別に。あの、なんだっけ。サイドパック。だから、所持アイテムが2個増えるっていうのがあるんだけど、それはもういいやと思って。じゃ、とりあえず、違う、これ、こっち。なんで奥行こうとした？よし、OK。じゃあ、これがね、またね、うまくできるかどうかっていうのは自信がねえんだよね。で、まあ、あの、頭使いながらの雑談するんで、最近あの森岡剛さんにハマってましてね、うん、あの先月の半ばくらいだったかなに、6月の12日とかか、あの森岡剛さん の初耳学でさ、林修先生のでなんかあの熱血授業をやってみたいな TLC のリーダーシップ理論とかねとか、うん、あとあの3ウォンツモデルなんかっていうのがねやっぱ有名だったりするので、誰がそのアイテムを欲しているのか、誰を必要としているのか、要はその一つのアイテムを世に出そうとしたときに、誰と一緒にやっていくのかみたいな感じ で、それに対して自分が本気になれるかって、3 wants、誰が、誰を、自分はっていう、そういうね、3つの、それに当てはまるやつじゃないと、まあ、ビジネスってなかなかこう、情熱持って長く続けることはできませんね、モチベーション維持できませんぜみたいなね、そういうのがあって、なんか森岡剛さんにハマってるって言ったらなんか別の意味に聞こえてきちゃうかもしれないけど、決してそういうね、あの変な意味じゃなくて、全然うまくいかないね。全然うまくいかないな。どうしようどうしよう。あと何を動かしたらいいんだ？ん？ん？お、なんか、くるっと待って。違うね、違うね。あれでもこれそっか、1本目が遮断されてからダメなんじゃねえか？あ、これ上から持ってこなきゃダメだな。違う。あ、全部切れた。全部切れた。ちょっと待って。勘弁してくださいよ。勘弁してくださいよ。やばいな。あの、雑談をしていると謎解きができなくなるっていうことが今、身をもって分かったね。一本だけ今、あの、右下の電気が一個だけついていくけど、三つともつけなきゃダメなんだけどな。全然つかないね。あれ？ああ、いた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 。うん。そうそう。あ、そうそう。でね、まあそこで話されてたのが、やっぱ人間欲を持たなきゃダメなんだって。欲を見つけるのが、例えばその名詞の中に隠れてるんじゃなくて、動詞の中に隠れてるっていう話は、なるほどなーってすごい思ったね。うん、何かっていうと、例えばじゃあ、僕はバスケが好きなんだけど、じゃあバスケをすることが好きなんですか？見ることが好きなんですか？作戦を考えることが好きなんですか？バスケで人を育成することが好きなんですかっていうね。技術を教えることが好きなんですか？どれが好きなのっていう。そこにあなたがやりたいこととか、こう携わっていたいこととかっていうのが見つかると。だから、
あの写真が好きな人だったら撮るのが好きなの、撮られるのが好きなの、見るのが好きなのって、見るのが好きなんだったらやっぱりそういったあのなんか美術館じゃないけど、そういう、展覧会かみたいなものに行く、展覧会巡りみたいなものをするといいと思うし、写真を撮るのが好き見るのが好きとかだったらあの旅行に行ったりとかするっていうのがね、あのやっぱ見えてくると思うんですね。じゃあそのツアーみたいなものを組むみたいな仕事をするといいよねとか、そういうのがだんだん見つかってくる感じなんですね。まあそんな話はどうでもいいとして、続いてはシェリー編に、来ましたということで、シェリー編をまあ無事クリアすることができればこのパート終わりかなくらいに思ってます。はい、どこかから出られるはず。シェリーのこんな服でもあれかな、やっぱり雨に濡れれば透けるのかな。ダメダメ、まだ12歳、まだ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 ダメ、あの20ね、26歳になったシェリーになるまでちょっと我慢我慢。2012年で16歳、あ、じゃあ16歳じゃない、4歳しか年上、98年から2012年と14年あるから 12+14 で26で、そこから2013年まで物語が進んでいくからバイオシックスでね、で2007年と。バイオシックスね、本当にストーリーというかその構成は最高なのにね、やっぱりね肝心のね、やっぱ操作性とかそこら辺がね、ジュアボっていうキャラはダメだったと思うよ。それだったらシーウルスのゾンビでね、やっとくべきだったからね。まあまあ、でもそっか、ウロボロスっていうのが出てきてるから、それはそれでも仕方ないのか、ウロボロスというか、あれはマジニか、マジニとかね、ガナードとか出てきてるから。さて、この謎解きがどれくらいかかるかで、本パートがね、あのサクサクっと進むかっていうところが決まってくるポイントではあるんだけど、まあ、あのそこら辺に関しては、再生時間でさせてもらえたらいいと思うんだけど、僕はまあ雑談をね、ペラペラやりながらね、あのちょっと粛々と進めていこうかなというふうには思ってますけど、果たしてさ、どうなるかっていうかね、ここら辺がね、なんか攻略サイトとかだとサクサクってね、やってる人とかもいたりとか、まあ、こんなんね、梅田ジャパンさんとかやったらね、一瞬でピュッてできるからね、ああいうのなんで頭の中にこう、あの全部入ってるのかなと思うんですけど、やっぱりそれだけバイオハザードを愛する人っていうのは、ね、そういう謎解きとかっても全部できる。バイオ4くらいだったら、まあ、くらいだったらっていうのは、バイオ4はさすがにね、あの何回も何回もやってるから謎解きで迷うっていうことはもうなくなってるけど、 RE2 はやっぱちょっとやってる頻度とかね、タイムアタック的なこともやったことがないからね、っていうことで、まあ、あの繰り返しやってるんだけど全然あれだね、うまくいかないね。あれ、そもそもこれハマらない やつだったっていう、ちょっと待ってうまくいかない、あれ、これこのままなんかドツボにはまってって、なんかここクリアした時点で終わりみたいな感じになりそうな気がするけど、とりあえず端っこが合うやつをこう用意しておかんと、でこれで間に挟まるやつがねえし、ちょっと待って、あれ、あっていうことはこれじゃないブロックをはめはめしとかないといけない、あれ、ちょっと待って、はめるのは女の子だけでいいんだけどな、ブロックはめたくないんだよな、ちょっと待ってね、あれ、どうしようまあこんな時はあのクリアができるまで何か雑談をとかって思うんだけど、別にまあ雑談も浮かばないしな、何がいいんだろうな、ちょっと待ってね、本当に分からなくなってる、上手に操作ができるようになってるだけで全然謎解きができてないっていうね、そういうちょっと待って、あれ、やばい、これはちょっとかなり下ってるな。もういいよ。もうそろそろ解けようぜ。あれ ?3 分 ?3 分経ったよな。ちょっと待って。マジでやばいぞ。こんなので再生時間を、あれなんだよな。あ、そうそう。超雑談で、僕まだ830人くらいじゃないですか。チャンネル登録者数っていうのが。なんだけど、一応ね、あのようやくね、再生時間が4000時間を超えたんで、あの収益化プログラム、あのパートナープログラムへの申し込みに関しては、とりあえず一つは、クリアで、もう一つがあの1000人以上のチャンネル登録者数がいれば OK なんだけど、もうね、もう間もなく丸3年に始めてやって立つんだけど、あのまだ830人っていうところなんでね、なかなかここからチャンネル登録者数を増やすっていうのはまあ至難の業なんかなというふうに思ってるんで、まあ、ぜひね、あのこのチャンネルを見ていただいている方ね、こんなぐだってて大変申し訳ないんだけど、まあ、雑談好きだぜとかさ、なんかそのどっちかというとそのなんていうの、小島店員さんとかみたいにこう絶叫系の YouTube を楽しんだりとか、なんかキヨさんのようにになんかツッコミを入れながらやったりとかね、そういうのよりもなんか落ち着いた感じのね、あのゲームを楽しみつつ、なんか雑談も楽しみつつっていうラジオ感覚で聞ける、見れるような YouTube が好きだっていう方はね、
ぜひね、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいかなというふうに思います。あとやっぱりね、170人くらいでね、ようやくね、もうあの苦節3年、本当に最初も心理学とかコーチングとかでね、あの知識系をやってたりとかして、まあ、それに関してはね、あのもう超あの強いあの大悟さんとかいたんだけど、やっぱりゲーム実況で、まあ、ずば抜けてチャンネル登録者数が多い人とかっていうのも、やっぱ清さんとか400何万人とかいるし、音じゃさんとかね、ツーブロプラスおついちさんとかってもすごいチャンネル登録者数とかいたりするけど、まあ、やっぱりゲーム系でね、こうずっとね、やっていくっていう方が、まあ、ライバルはめちゃくちゃ多いわけなんでね。うん、っていうことを考えると、なかなかのレッドオーシャンに今自分が飛び込んでるなというふうには思うんですが、だからこそね、まあ、別に差別化を図ろうとか、これでね、名を売っていこうという気はないんだけど、じゃあ登録しねえよって言われちゃったらそれまでなんだけど、でやっぱりなんか自分がね、癒しを求めて、でそれに共感してくれる人たちが少数派でもいてくれたら、僕はその人たちとね、一緒に楽しみながら、こうやって YouTube を通じてね、一緒にね、仲良くわちゃわちゃさせてもらえたらなっていう風な感じなんで、全然解けない、本当に解けない。そろそろもしかして、全然ダメだ。本当にダメだね。やばいよね。やばいよ。今日は夏なのに背筋が寒い。やばい。よし、いけてる。これはもしかしてだけど、もしかしてだけど無理だったぽよ。もう思い切って、もうなんかもう暴走してたらいつの間にかなんかできそうな気もする。もう全然違うもんね、まずね。くぅー、腹立ってきたー。これ、違う、あ、いけた。真ん中だけど、これか、やっといけた。ありがとう、もう心折れた。もうチャンネル登録とグッドボタン押してくれたらそれだけで回復するから、一旦このパートはここで終了とさせてもらいます。もうシェリーもこのぐったり顔だよ。絶対俺のせいだ、すいませんでした。じゃあもう時間が時間なんで、次回パートやっていきます。次回シェリー編お楽しみに。さよなら、バイバイ。